こんにちは、今回は、今日始まった秘境イベントの注意点などを軽く注意します。今日から20日間ずっと秘境イベントなんですが、やっててわかりにくいなって思った部分を主に紹介予定。どうでもいいんですが、キャサリンって方で息してたよねってことが言いたかっただけなので本題へ移ります。他のキャラは気になったことなかったんだけど、キャサリンの肩呼吸すごい気になってしもた。はい、今回の秘境では3種類のアイテムを獲得できるんですが、それの説明です。一番左のアイテムが、いつもの現物と交換できる、交換アイテムです。真ん中が、式神を強化できるアイテムで、右端が、途中で引けるおみくじを引き直すのに使うアイテムです。真ん中のアイテム、拓本は、結構道中のキラキラにあるので見逃し注意。で、一応交換先を紹介します。割り符、一番左アイテムで今回1800までしか獲得できないんですが、現在のラインナップだと王冠くらいしか、魅力的なアイテムはありません。まあ、最終的に全部交換できるようになると思うんですが、6日後に解放されるラインナップがかなり優秀で、そのタイミングですぐに原石とか取りたい方は、王冠だけ取って、アゲートは後から回収するようにして、割り符を残しておくといいかもですね。原石とかすぐに使いたい人いそうだし、王冠も交換せずに割り符をキープしておくといいかもね。アゲートって実際超貴重アイテムではあるけど、すぐに使いたいっていうアイテムではない気がするんだよね。それから、先ほどで言う真ん中のアイテム、今の画像の右上では左側のアイテムで、拓本というアイテムですが、秘境のサポートレベルを上げてくれます。ラインナップを見た感じ、個人的にはそこまで必要かなって感じだったのですが、後半に行くにつれて欲しくなるんでしょうか。初日は別にこれしなくていいんじゃねって感じがしました。先ほども言いましたが、このアイテムは、秘境内のキラキラからも取れるので、全部回収するには、かなり大変そうだなって印象。って思ったけど、拓本は秘境を周回することで、無限に集められそうだね。一応キラキラからも手に入るけど、周回して集めるのが楽そう？それから、右端の紙切れはおみくじの引き直しくらいでしか使わんから。ガンガン使っていって OK、だけど初日は言うほど難しくなかったからこれからが本番かな？で、獲得条件で、真剣極意が分かれているんですが、基本的に極意の方を選べばいいと思います。難易度はもちろん上がるんですが、真剣と極意を各1回ずつクリアしろって意味ではないみたいです。最初、どっちもやれって意味かと、思っちゃったよね。まあ、最近は結構、どんな要素も隠してきてるよね。珍奇な宝箱の追加ポップとか、仕様なのかどうなのか、落ち着いてきたし種明かししてほしい。ちなみに、このハテナマークの、部屋でしか引き直しはできないのかな？まさかおみくじシステムが継承、されるとは思いませんでしたね。一応、出現する敵について見れるんですが、真剣と極意で敵の内容が違うので、あんまり参考にならないかなって、感じでした。真剣と極意でどっちを選ぶと、どのモンスターが出るかどうか見れたらベターでしたね。正直敵モンスターを、見れる意味があんまりない。一応スライムで積まないためなのでしょうか？で、今回は8人で挑むんですが、出陣の4人が通常メンバー、後援の4人は中でキャラチェンジする場所があります。螺旋みたいに前半4人、後半4人ではなく、控えを4人連れていけるって感じでしたね。ちなみに、敷札を3種類装備できるんですが、この前の100人一気と同じようなイメージです。効果は、適当に選んで使ってたので、特に解説するほどではないと思いました。今後、難易度が上がって重要性が増すのかな？今回かなり簡単だったので、自分からは特にありません。ちなみに、ここで回復と同時に、キャラチェンジもできます。今後はもっと長いダンジョンになるんだろうか。回復がある割に、あっさり終わった、という印象でしたね。で、今回なんですが、左上にマップが表示されてないので、宝箱取ったのに、どこかわからなくなってしまってた。ということで、宝箱獲得のコツなんですが、地面が割れて、地下に落下できそうな場所は、積極的に落ちて、宝箱を探した方がいいですね。宝箱がここにある、っていうのを初見でうろうろしながら作りにくい感じだった。あと、このはしごには掴まれるんだけど、木箱は滑るから正直そこはめんどくさすぎた。で、マップなんですが、プレステなら L1 押しながら矢印した？簡単なマップでも左上に入れてくれたらいいのに、いちいち方向を確認しながらマップを出す必要があります。
左上にマップなくて、どうにか探せってことならわかるんですが、マップ開いたら見えるんなら最初から乗っけていて欲しかった。一応、闇雲に進んでクリアしてもよかったんですが、宝箱が配置されてるので全ルート探して回りましたよ。宝箱の内容は、比較的しょぼめではありましたが、限定ものなので、拾わないと損ですよね。宝箱マップ作るなら、次回からかな。マップのどの辺っていうのもちょっと説明しにくい。せめて、この道中にもマップで自分の位置を示してくれたら。それから、メインの秘境クリア以外にも、報酬を受け取る手段があります。それが、こちらの試験題目ですね。最初見落としていたんですが、見落としている人も多いかも。一応、現在でも結構取れると思うんですが、一部以外は最終的に勝手に取れるのかな？人数制限をして、秘境をクリア、とかは気づいた時にやるのがベターですね。それ以外は、試行回数で、どうにかなりそうですね。多分一度クリアしただけでも、そこそこ獲得できると思うから、すぐに原石欲しい人は即チェックだ。それから、宝箱の印がある部屋には、必ず宝箱があります。今回の1フロア目の宝箱の部屋は、見つかりにくい場所に宝箱があったんで。この、キラキラが確定であるのが宝箱フロアではなく、宝箱本体がちゃんとあるよっていう話ですね。まあ、宝の部屋に限った話ではないですが、元素四角ガンガン使って、探索することを推奨します。拓本もたくさんあるしね。はい、こんな感じにありましたよ。って感じです。多分注意点はこれで、全部かな？もし、注意し忘れていることがあったらコメントで指摘ください。ということで、尺がいいので、適当にこのイベントの感想を言って終わりましょうかね。今回のイベントは、深淵とタルタリアだけではなく、九条皿まで出てきて今のところ大満足です。九条皿がストーリーでは、裏事情に気づいて、とつってそのまんまダウンって感じの印象だったので、今回のイベントでしっかり働いているシーンが見えたのもかなり満足ですね。で、タルタリアが普通に協力してくれるのではなく、いつも通り何か怪しい感じを隠しながら協力してくれていたのもかなりグレートでしたね。今後のストーリーがすごい気になりますね。ということで、今回の動画はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。深淵の獲得方法を紹介し忘れてた気がするけど、とりあえず、まだ受け取れないからいつも通り最後に受け取れるようになりそう。つうわけで、今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。